数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は、息子悟飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃、突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。俺は貴様の兄ラディッツ、そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の狂戦神族サイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子悟飯を連れ去られてしまうのであった。謎の異星人戦士、来週。ふん、二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た？待ってたろ、オラの子取り消しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってるのか。身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ抜かすのはそれぐらいにしておくんだな。こうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。くそったれ。あと二人のサイヤ人ってのはさらに強いってのか。どうなってやがる。油断したな、尻尾つかんだぞ。コロ、今だ。かかろ。貴様たった一人の兄を殺す気か。うるせえ、お前みてえなひでえやつは兄貴じゃねえ。わかった、この星から引き上げる。心を入れ替えた。騙されんなよ孫悟空、出任せを言ってんだから。頼む、助けてくれ孫悟空。貴様のようなマヌケは珍しいぞ。そらそら、もっと苦しめ。うわだろうと準備していたの。俺は遠慮などせんからな。貴様も一緒に消えてもらえりゃ俺にとっては最高だ。待たせた。覚悟はいいか。わかるぞ、ザッポー。